はい、こんばんは。今日も信長の野望大使 PK やっていきましょう。最近ですね、大谷義継編とか立花宗茂編とか長いものばかりやってるんで、ちょっとですね、今回は短めていこうと思いましてですね、一発ネタで今回は 新君主で新武将でやっていこうと思います。対名で一向一揆起こせるようになったじゃないですか。つまりですね、一揆が起こせるということなんですよ。一揆が起こせるということで、ランダムで、武将はランダムで、まあこの3つから選ぶんですけど、まあ1つ目からいきましょう。1人目、やけに内政高えな、おい。顔だけはね、農民顔にしたいんですよ。顔だけは農民顔にするとして、そういえばこれあんまりここら辺の可愛い武将で見たことないですよね。こういうやつなんか姫でさ、めっちゃ可愛いのが追加されてるのに全然見たことないんですけど、何なんだろうね。もうちょっと出てきていただきたい。農民顔ちょっとね、どこだっけな、農民顔。農民顔。確か、ああ、これもいい顔ですね。これ二人目にしようか。一人目の農民をね、まず探してる。あ、ここら辺に、これ海賊ですね。これ海賊か。ここら辺庶民ですね。庶民、能楽師。これすごい山賊ですね。これはあれ、確かここら辺にいたような気がしたんだが、これは悪くない顔ですね。これも悪くない。ブサイク顔がなかったんですよ。ブサイク腰元がいなかったんで、ちょっとね、美人にせざるを得なかった。ちょっとね、すいません、意外に顔に困ってる。なんだっけ、よくイベントに出てくる農民顔ってなかったっけ。追加の方かな。ちょっとごめんなさいね。足軽顔はいっぱいあるんですけどね、農民顔、あ、サムネイル作っといて忘れてきました。すいません。では、名前は、ゴンダ。ゴンベイで。よし。まず、ワンピーキャラクターはゴンベイでいきます。で、志だけ変えておきます。王女を極楽に一個一個来させていただきます。ちなみに武将能力がランダムに決まったんで、騎馬配備と指揮向上ですね。先方鬼見の、まあいいよ、なんだか分かんないがいいよ。ゴンダゴンベ完成でございます。で、江戸幕府に対して一揆を起こそうと思ってるんで、1614年死んでしまっている。これ1560年ぐらいにしとくか。これでいいかな。声が名門。よし。で、二人目を作りましょう。二人目もランダムでいきます。あとすげえ有能だな。タゴ有名だな。タゴはすごい軍師ですね。顔を農民顔を二人目にしましょう。これ農民かな？これ農民でいいのかな？ちょっと違う感じがするな。あとタゴはもうちょっとなんかね、もうちょっとね、まあ地方だからこれにするか。よし、田中で。
こっちか。5。よし、田中タコ。ちなみに、性に関してはすみません、勝手にオリジナルでつけております、こっちで。よし、田中タコ完成です。ちなみに、田中、王道執行、ランダムなんで、まあ、いっか。三子結束。三夜結束でいいのかな、読み方。作戦、軍師カンパ。すげえ、これすごいのができちゃった。知略97だからな。これはね、一気の参謀ですよ。じゃあ、この二人で行こうと思っております。聖没年は1560年にしときましょう。確かに、二人で三本の矢結束してしまった。じゃあ、この二人でスタートしていこうと思います。本当はね、もう一人、名前が分かってるんだったら、腰元とか忍者入れてあげたかったんですけど、まあ。今、寿命60だった。まあまあ、20年あればね、江戸幕府なんかね、ぶっ倒せますよ。では、一個一個ご出場しましょうか。登場はしてるよね。ウィリアムも待機にしときました。間違いように。いや、大丈夫です。新武将なんで、自分で登場場所をこれから選びます。で、スタートは、江戸幕府がすでに成立してる大阪の陣で。で、一気起こすのは当然関東あたりで。いやー、もう一人作るんだったらね、アトランティスの謎を作ろうかなと思ったんですけどね、弟子の方。アトランティスの謎の主人公、あれ、確かあれ、なんだっけ、ゴンベの弟子なんですよね。見た目だけかもしれませんが、間違えた。では、シナリオ選択。新勢力作成。大名。ゴンベで。で、家紋は、この、切れた電池はやめときましょう。切れた電池じゃなくて、ここはね、もう決めてるんですよ。この、鎌で。小早川家紋で。そして、あれ？あ、ごめんなさい。そうか。1614年か。ごめんなさい。ちょっと待ってね。ごめんなさい。確かに。110歳まで生きるぜ。俺は死なない限りは死なんぜ。死なない限り、あ、ゴンベ、田中は変えたのか。ゴンベの方を。俺は死なない限り死なない。よし。さて、で、再び。新勢力作成。あ、ちなみに、すみません。性に関してはオリジナルです。名前の方は原作忠実なんですけど、さ、鎌投げましょう。拠点を、まあ、関東にね、ドーンと置きたいですね。さすがにね、御嶽、小菅。あんまりこれ、上に行きすぎると三田に近寄りすぎちゃうか。小泉、八金。八型方、小金。いやー、最初から江戸幕府とガチで行きましょうよ。最初からね、幕府と戦わないと。じゃあ、ここら辺の小金に作ろうかな。もちろん、農兵縛りでしょう。滝山。さすがにね、あまりにも上限の多いところは速攻滅ぶ自信があるんで、まあここら辺にしましょうかね。小金にしようか。里見の土地、
人口上限多すぎて速攻滅ぶ。人口上限がやばい。まあちょっとこのちっちゃい小金で始めましょうか。これ確かど真ん中だろう。家臣はタゴ。あのね、一番最初はね、悪館を打倒しようかなと思ったんですよ。でも悪館打倒がね、多分余裕なんですよね。なのでここはもうね、原作設定で江戸幕府を倒さなきゃいかんだろう。金銭2000、兵糧1万。ゴン岳、小金城。さあ、これで OK で、誕生しております。ゴンダゴンベ、王女極楽。そう、割り上がって弱くて、あっという間に吸収しちゃうんですよ。我らの力、見るがよい。我らの力、見るがよい。何か忘れてないかな、大丈夫かな。これで、ゴンベとタゴは入れた、拠点も決めた、難易度は超級、相手は江戸幕府。よし、OK。立ち姿こんなんなんだ。立ち姿こんなんなんだ。はい、これは新武将ですよ。立ち姿初めて見た。ちょっともうごめん、キャプチャーさせて。これ立ち姿初めて見たわ。よいしょ。我が志必ずや果たしてみせましょう。志、大阪の陣ね。大阪の陣いつものようにやってますよ。もう知ったこっちゃありませんよ。ゴンベ様、まずはこの地図をご覧ください。詳しく知りたい大名を選ぶことで、そのものをおまくを知ることができます。一向一揆、一揆起こしますよ。元ネタはもちろん一揆ですよ。かの門徒参戦、進む者往生極楽。合戦中の敵勢力の中民中が下がる。人口8万以上。なんかこれ陳勝五行の乱になりそうですね。一揆どころか、勢力の人口12万以上。これはね、速攻徳川に一揆起こしたいですね。寺を5個以上所持。証券がいまいち。わかった。まあね、基本的に生阿弥陀仏言い出したタゴが。はい、小早川秀明の家紋で、まあ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 、鎌を投げてた奴らなんで。では早速、まずは状況確認だな。小金、河野台にもこの城ないんだね。船橋、やっぱり付近はね、人口上限多いね。当たり前だけど。あ、でも人口上限少ないとこあるはあるんだな。まずね、まず最初の悪代官をね、最初の悪代官を2分けですかね。側室とかいないですね。そんな外交とかしないっすよ。外交とかしませんよ。まず、農兵増やしましょう。農民4000人が集まってしまった。は。農民4000人。いや、ゴンベとタゴは2人だけのレジスタンスだったんで、これはね、違うんですよ。農兵4000人じゃないですよ。4000万、超人強度4000万パワーぐらいなんですよ。さあ、砦作って、かしこまりました。待って、他に作れないのか。砦作って、準剣所作って、忍びの里か。武将はね、さすがに登用しないと、城主がいないとダメなんですよ。城主がいないと乗っかられるだけで落ちちゃうんで、ちょっとそこはね、許せ、悪代官っぽいやつは切りましょう。悪代官っぽいやつは切って、優しそうな武将、武将は残してあげましょう。一気の理解者ということで。かしこまりました。まあね、陳勝五行の乱もね、
あの全員が農民だったわけじゃなくて、あの勢力が拡大してからは各地のね残党軍とかも合流したみたいですし、一向一揆起こしたい。狼藉したいですね。徴兵号令。あれ、足軽精霊なんだ本願寺って。へえ、聖農兵じゃなくて。ちょっと意外ですね。ほー、本願寺って足軽系だったんだ。ごめんなさい、初めて知った。じゃあとりあえず今できることはない。え、農民から他の農民から、農民が他の農民から狼藉って当たり前にやってましたよ。少なくとも四国戦線だそうでしたよ。災がね。いや、農民家は狼藉しまくりですよ。香川県は土佐から農民たちが次々にやってきて略奪されまくってましたよ。こんなことは知ったことじゃない。不参戦。俺たちには関係ねえ。当然農業と対面。あ、いや、論議はやっとこうか。あの大名がね参加しない、あの大名発言やらないと。あ、内政委任ね。確かに。あ、ひどいなこれ。お前ら誰だよ。お前ら誰だっていうのが、ね、続々現れましたね。もうね、田中タコだけが頼みですよ。合計2ってなんだよ。合計2って合計2は低いね。合計4と2光ってないとダメだよこれ。これにて表情を終わる。よし、議論重視。一気だからね。論議しましょう。論議して武人尊重はできないな。武人尊重とかね、できないな。商人とか尊重しちゃいけないな。農業重視宣言しよう。よし、オッケー。下地を武人、まあ、そんな武人尊重とか商人尊重とかしないっすよ。しちゃいけない、しちゃいけません。かしこまりました。よし、確かに早くね、あの作りたい。ちょっと忍びの里壊さないとダメだな。まあ問いつつね、商業はまあ問いつつね、すいません、これはちょっとしないと。で、兵力3000、4000ぐらいになったら、まずね、この悪代官を、この悪代官をどうにかしたいですね。これ天草でやってもよかったかもね。あ、でもね、多分ね、天草でやったらね、それなりにぬるゲーだと思うんだよね。多分結構余裕で倒せると思うんだよね、ここら辺。多分あの立花宗茂編と似たような展開になりかねないんで、やめときましょう。そう、あの割館を倒そうっていうのはね、一つのアイデアだったんですけど、鶴岡で。太平の世には生きられぬ。そうですか。武士同士はね、勝手に殺し合えばいいんですよ。何を言うとんのか。我々はね、江戸幕府をね、打倒するために立ち上がったんですよ。下地を早く一向一揆起こしたいですね。九戸兵。あ、そういえばの南部信長だっけ、もう新しいグラフィックもらったみたいな話を聞いたんだよな。あ、もういないのか。もう次の世代か。いないのか。残念。あ、そうだ。一応、調略やってみましょう。徳川家に対して。タゴが。
あー、まあまあしばらく大丈夫だろう。はで、もうちょっとお金たま、もうちょっと兵がたまったらね、小田城を攻めたいね。あー、本田正信は確かにね。うわ、これ上限7万5千か。あー、歳太郎の父親でね。確かに本田親子はありですね。ちょっとこれ小田城を攻めようかと思ったんですけど、厳しいな。多分あっちこっちから援軍が来てフルボッコにされる気がする。ちょっと変わってんですよね。南部信長、南部信長か、ごめんなさい、ちっちゃくて見にくくて申し訳ない。これ古賀城、農兵がなかなか増えない。もう武士同士の争いは知ったことではない。ご命令ください。小田城を攻めた場合、多分ねこれ完全に鎮圧される気がしな気がする。古賀城は、古賀城だな、狙いたいのは。届かない、届かない、古賀城に行けない。この川下りで、いや川上りでなんとかならんのか。桜城が4万1万2万3千、あれこれ初手から結構悲惨なことになりそうな気がしてきた。あれ初手がやばいぞこれ、初手何気にやばいぞこれ。中世は多分ね大丈夫なはず。青い青い、片付けない。ちょっとね、いや、あの戦場上限の少ない城だったらまあなんとかなっかなと思ってたんですよ。大丈夫かなこれ、結構心配になってきた。もう一人跳躍行かすよ。じゃあ庭家を、ダメか、ダメだな。関東広いからね、なんとかね古賀城にたどり着ければ。表情を始めよう。よし、お、なんか光りやすい気がするな、人数が少ないからか。4452とか。これにて表情を終わる。確かに上司確約ができない。よし、農業重視宣言です。鉄の具、これにはね参加した農民たちもね大喜びですよ。豊作公安は優先しよう。 OK、 ご命令ください。なんとか兵を増やし、なんとか兵を増やしたいな。ちょっと待って、いやそんな、この小金の乱とね、後世小金の乱と呼ばれるね、この第一項一揆がね。ほう、ゲチを。ちょっと困ったな、調略本田正信にね、なんとかね。あ、やべえ、罰がついてるこれ。ダメだ、貴重なお金をこんなことに使えない。ました、これは困ったぞ、困ったぞ。でも4000になったら、4000になったらどうしようかな。小田城行ってみるか。あの庭家をね倒すことはね大丈夫だと思うんですけど、ご命令ください。間違いなくめっちゃ援軍来ますよねこれ、めっちゃ援軍来るよなこれ。カウンターか、カウンターか、カウンターパンチ一戦か。徳川が来る小金城の戦いで破る、カウンターで江戸城に乗っかって士気が落ちたところを奪う、勝った。
そう、少数でね、野戦、この黄金城の戦いに勝利しましょう。表情を始めよう。でね、そろそろ一気も起こせるんですよ。はい、一向一揆が可能になりました。一向一揆が可能になったぞ。これでまだしばらく論議と対面でいいか。もうちょっと。これ無事一人だけすごいね。58ってのが凄まじいポイントに感じる。これにて表情を終わる。ちょっとここ待ちですね。ちょっとこれも待機だな。ご命令ください。そう、本願寺の対面を乗っかってるんで、すいません。ちなみに途中から来た方に改めて能力値を説明すると、能力値は新武将作戦のランダムで決めました。対面だけ、志だけ選択して、志だけ一気のやつにして、能力値はランダムです。その結果、先方鬼見のを持っております。ちなみに統率が滅法低い。大丈夫か、この一気の指導者。あれこれ、結構、タゴの方が有能ですね。タゴの方が有能ですね。ぬぬぬぬぬぬぬ。まあ実際ね、牙をね、配備する機会ないんじゃないかな。あれ？もう大阪、夏の陣が。この曲いいよね。ででんっていうやつ。ゲチよ。さて、もうこれ動かなきゃダメかな。小田城に行きましょうか。では、なんかめっちゃ来る気がすんな、これ。めっちゃ来るな、これきっと。いや、行ってみよう。まずね、この悪大官から倒しましょう。我らの力、見るがよい。進む者は往生極楽。引く者は無限地獄じゃ。ゴンベが攻め寄せてきたぞ。庭の家を倒すわけにはいかぬ。これはね、ちなみに庭家は庭流し、これ悪大官だな。彼はね、悪大官に従ってる武人だからね、許されるかもしれない。こいつはダメだな。こいつは悪そうだから殺そう。傍若無人な不変者。悪いな、悪そうな顔ばっかりだな。ところで江口正義って昔の斎藤利光のそっくりですよね。これ色を変えただけ。昔の斎藤利光の色を変えて江口正義にしたのかな。では行きましょう。行く前にまず一気じゃ。にわけに皆の力合わせよう。仏の怒りを恐れよう。ホーミング鎌がうなりますよ。おお、2割ぐらい減りましたね。ここでさらに追撃をかけましょう。寺なる戦場で決戦すると兵数が一時的に増える。ゴンベとタゴが二人で全開。これがとびきり全開一気パワーじゃ。後に続け。撃って出てこない。あ、籠城されるか。そうね、野戦に引き継いだそう。ごめんなさい、一回帰る。ゴンベ帰る。野戦に引きずり出そう。これはね、2000で来てくんないかな。
2000でダメだったらもっと減らすね。後に続け。ダメか。ダメか。もう一回。次1600で、1600でいきます。1600でいこう。1600で出てこなかったら、この曲で毎回入るの楽しいね。よし、これでどうだ。もっと減らすか。わかった。相手より少ない兵で押し寄せよう。これでどうだ。出てこないのか。完全に。あ、出てきた。よっしゃ、やったりましょう。初一騎じゃ。どうすっかな。敵の総大将多分、あれ、こっちか、こっちな気がするな。よし、これはね似合いますね。一騎軍には似合うわ。軍技力低く二人しか軍技してないから。うわーうわー、奈落これ結構大変な気がする。本陣切り込みして、本陣切り込みして、どうしようどうしよう、どうしよう。おびき寄せるか。わかった、おびき寄せよう。おびき寄せて視聴者より少ない一騎兵、おびき寄せて沼に落としたところを本陣切り込み。勝った、よしこ。確かに2人で喋ってるだけ。まさにあの2人で喋ってるぐらいの作戦ですよね。沼に追い込んでやっつけるみたいな。参ります。では覚悟は良いか。まずゴンベがわざと負けたふりをして逃げます。ご命令ください。覚悟しろ。立派な一個一個の軍勢だな。そして相変わらずやっぱりね、これね、平面になっちゃったのが、平面になっちゃったのが寂しいですね。参ります。ところで式ゲージめちゃくちゃ短いんだけど、これ始めるぞ。式ゲージ短すぎ。あれ、これこのままだ。あら、嘘。やばいやばい。ゲチ。やばい。やばい。覚悟しろ。やばい。やばい。やばい。敵さん合流する。あ、見つけた。知れましたな。見つけた、見つけた。見つけたぞ、これ。奇襲入るか、一発。覚悟しろ。奇襲入るか。あ、奇襲にはならない。参ります。早く。あ、動ける動ける動ける。待て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 。参ります。始めるぞ。ここは守れ。用心か。ここはもう切り込みましょう。やりたい。参る。わしゃ、アゴが行った。やりたい。前へ。ダメージがすごい。3本の矢。突き当り。お、ゴンベの横槍。やりたい。前へ。敵の部隊がいて。知れました。タゴ頑張れ。鬼見のじゃ。覚悟。お見せしよう。この一撃、すべてをかける。敵の居所、知れました。あっさり落ちた。あっさり落ちた。
この勝ちが明日を切り開く。庭長重どうしたんでしょうね。今のはちょっと庭長重イージーミスでしょう。よし、落としましょう。あれ、すいません、一回帰ります、一回帰ります。無理無理、落とせない、落とせない。百姓では、百姓ではダメなのか。一回帰ります。こうか、進みます。これは変えるしかない。一回帰って全軍で行きましょう。一回帰って、一回帰って全軍で行こう。4000の兵で囲めばいけるでしょう。よし、一騎軍全軍前進だ。1900、よしよし、これなら5ヶ月以内に強行すれば。後に続け。お、大阪夏の陣。あれ、飛ばせない。大阪城、あ、ごめんなさい、僕これこのムービー見るの初めて、初めてっぽい。野戦にて徳川方を迎え撃つこととなった。ごめんなさい、ちょっと飛ばそうと思ったんだけど飛ばせない。初めて見るんで僕これ。豊臣方の先陣を切り、明日の勢にすがらず今日の死さえも厭うことなく。いやー、武士たちがね勝手にやり合ってますね。己の名を轟かさんと奮戦した。申し訳ない、一回見ないとね飛ばせないんですよねこれ。道明寺の戦いで槍の又兵衛と呼ばれるふさわしい武を持って奥田忠次を、武士たちがね勝手に殺しちゃえばいいんじゃないですかね。破らんとした後藤又兵衛。確かにその頃関東では一気起きてる。生きて兜を外さぬ覚悟でその尾を切って出陣し、徳川方先鋒東道高虎軍の右翼を下した木村茂之。まあ相変わらずこの西軍アゲアゲな、豊臣方アゲアゲなムービーですね。激闘の末その勇士は戦場に散る。みんな死んでしまった。徳川軍は進撃を続ける。みんな死んじゃったか。豊臣方は大阪城の眼前で総力を持って徳川の大軍との最終決戦に臨む。ああ、欠陥が薄くございます。戦国時代の時にありましたね。天皇戦いである。この戦は乱世はここに終わる。まあその持ち上げといて結局負けるのかよっていうね。その志はやがて、その この持ち上げ方はもしかしてイフイベントで勝ったのかなと一瞬思わせるんですよね。今ここに示さん、命を惜しまぬ真田の。まあでもそのなんだろう、真田の戦物語を盛り上げるためにはやっぱりあの西軍方なり豊臣方なり持ち上げざるを得ないなと思います。雪村は敵本陣へ三度にわたり決死の突撃を行った。家康の馬印が倒されたのは三方ヶ原の戦い以来のこと。以来のこと、かっこいいなこのムービー。追い込まれた家康は騎馬で後退しながら切腹やむなしと幾度も口走ったという。口走ったという。しかし次々に繰り出される兵の波に遮られ、雪村の十文字屋の大阪方のね落ち武者が誰か来てくんないですかね。戦の体制、時代の趨勢は変わらず、あ、ね、果たして豊臣方は敗北を喫した。これ必ず起きる。ただ雪村の武名はイベントなんで、六門戦に委ねられたその志とともに日の本一の強者として、まあ、イベント王国にするぐらいしかないんですかね。後世に広く知れ渡るのである。まあ、そんなことはさておき、豊臣は滅ぼされました。ご命令ください。雪村死んじゃったんだよね多分。明石さん、
マタベさん生きてんじゃねえか、おめえら。おめえら生きてんじゃねえかよ。雪村は死んだみたいですけど、明石とマタベは元気に徳川側に使えてますね。おばたも？あー、結局雪村と毛利勝長の2人？ちょっと待ってね。全勢力で見よう。雪村と毛利勝長の2人が田中太郎強えな。田中太郎強えな。雪村と毛利勝長の2人が死んだっぽい。あと秀頼と淀殿。あー、木村、さすがに木村は死んでるでしょう。さすがに元気ですね。元気ですね。元気に生きてますね。なんかその死ぬ死なないの差がよくわからないな。大野は死んだかな。大野は死んでますね。ね、そうムービーでね、あんなにね盛り上げといてね、お前ら生きとんのかいみたいなね。まああの超スカベ、まああのなんだっけ、まあ雪村と勝永が死んでるのはまあいいと思うんですけど、70日よしやりましょう、ガンガン行こうぜ。あ、そういえばお梅ちゃんもね、あー、ここで一気できればよかったのね。まあまあまあ、すいません、一気初めてだったもんで、ね、僕ギジャー、今まさに織田城が一気の戦乱に飲まれている。乗り込め。ちなみに交渉はできない。表情を始めよう。論議対明。あら、やべ、輝きが足りない。もう4を取るしかない。これにて表情を終わる。よし、大名発言来ました。ゴンベイが喋るだ。 OK。 ゲチよ。さ、では溜まった対明で徳川に天地を下してやりましょう。あ、溜まってない。いや、今やってるからか、やってるからか、ごめんなさい。30日経ったらね、次は徳川にね、やってやりましょう。第二のね、秀吉になるかね、第二の陳勝五行になるかね、なんとも言えないですけど。よっしゃ、武士ども皆殺すじゃ。必死の抵抗、江口小吉。一騎軍が乗り込んでますね、本丸に。本丸に乗り込んできた。あと19日、いけるぞ、これはね、一向一揆ですよ。悪い幕府をね、倒すための一向一揆プレイですよ。よっしゃ、これは落ちるな、織田城。別にすいません、大名以外でもプレイできるというか、あの新武将で農民を作って、新君主に、新しい大名家を作ったみたいな感じです。権田権兵衛が抜いてみせました。さあ、まず小吉じゃないんだけど、農民っぽい名前だから許してやろう。お前これから農民小吉として生きるんじゃ。あとは悪そうなんで、あとは悪い代官なんで処刑します。つよっしゃ、悪い代官にね、天誅下しました。解明はできないんで、小吉さんにはね、織田城、これからはね、小吉呼んでください。ご命令ください。農作業はなんだかんだで委任してる。さあ、小吉に織田城を任せましょう。
かしこまった。で、砦と巡検所はやっぱりきっちり作っとこう。ここがね、戦場上限が広すぎるんですよね。戦場上限が広すぎるんですよ。結構危険な感じがする。どっちから来るかな。かしこまりました。巡検所と、あと防塁も作っときたい。いや、防塁作ってもこれ焼け石に水ですね。どっちかっていうと、このし、傭兵塾、そんなね、武士っぽいのいらない。防塁作って、はっ、北の、あれ、お金がない。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 あ、農兵、あ、ゴンダの命運もここまでよ。他18勢力、18勢力、18勢力。いやいやいや、ゴン、田中太郷はね、あ、なるほどね、江口正吉よね。敵が我が領内に向かっております。いやいやいや、正吉来てくれ。はい、確かに商人軽視してるんでね、お金不足は。正吉がお城に入ったら、いや、もう行かないとダメだこれ。やべ、上限7600で、これはまあまあまあ、タゴがね、タゴが脳にがしますよ。これでこれはね、これはね、ちょっと待ってね。今回はね、鉄砲持ち出しましょう。鉄砲持ち出そう。1200か。ん？あれ？あ、ゴンベイが持ってた。鉄砲使いましょう。で、鉄砲はね、別にね、農民使っても構わないと思うんですよ。よし。馬に乗るのはね、馬に乗るのか。農民だからな、一騎だからな。やめとくか、馬やめとくか。よし。では、これでいきましょう。3200対13000。大丈夫、大丈夫。出陣します。戦場上限が狭いから大丈夫、大丈夫。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。やべえ、本気だこいつ。やべえ、本気だ。本気だ。あ、やべえ。国衆か。国衆だ。これはね、やってみよう。皆の力、合わせよう。みんな来るんじゃ。待機します。待機。三河武士の誇り、今一個一機しても、あの、敵の部隊を減らせるわけじゃないんで。我が領内に敵が迫っております。え、2部隊目、マジか。あ、ちょ待って行きます。乗ってるよね、大丈夫だよね。やりましょう。お、近隣の者たちが来た。来ました、近隣の者たちが。これはね、我らが一気に馳せ参じましたよ。4100増えた。作戦、よっしゃ。神出鬼没鉄砲使えるぞ。これはね、神出鬼没鉄砲やらざるを得ないかな。
で作戦、罠、沼、沼の罠を置く、沼の罠を置く、もうあとサク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 をサクを作ろう。こう、これでまずゴンベがジンの周りをうろうろする、敵がよろよろ寄ってくる、神出鬼没鉄砲を使う、溜まったゲージをぶちまけて敵の大将を直撃。よし、勝った。行きましょう。行きます。まず参ります。ゴンベがおとりになります。始めるぞ。ゴンベがおとりになったところを、ご命令。これ即撃てるかどうかわからんな。やるか、速攻やるか。ゲチュ、ゲチュ、始めるぞ。敵の居所知れましたな、ゲチュ。ん、やっぱこれ結構ガチで大将に向かって突っ込んできてんだ。始めるぞ。ご命令、始めるぞ。敵の居所知れました、ゲチュ。よし、撃てる。味方が邪魔になってる。ゲチュ。いやでもそのうち乗っから、覚悟しろ。参ります。これで離脱しましょう。覚悟は良いか。撃って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 、早く撃って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 撃って撃って早く、やりたい、撃って、タゴ、やりたい、前、タゴ撃って、よっしゃ、ご命令、タゴが撃って離脱。やりたい、前へ参ります。覚悟は良いか。もう一発、もう一発。やりたい、前へ、やりたい、前へ。初期値ギリギリ届いてないのか。やりたい、前へ、覚悟しろ。ここは大将あれか、遠すぎるな、遠すぎる、遠すぎる。よっしゃ、知れました。これはね、お人間やった方が良さそうですね。確かに。始めるぞ、ゲチュ、始めるぞ。正々堂々勝負せよ。まあ逃げながら。覚悟は良いか。やりたい、前へ、やりたい。これ後ろから殴られるともしかしてすごいダメージ食らうっぽい感じするよね。82、77。参ります。覚悟は良いか。 U ターンしよう。やりたい、前へ。うん、向きでダメージ違うね、明らかに。あ、やばい、やりたい、前、やばい、これはやばい、これはやばい。ゲチュ、これは結構ガチでやばい。ゲチュ、始めるぞ。叩き潰せ。やばいやばいやばい、あー連れてかれる連れてかれる。我らが力、大丈夫大丈夫。おとり挑発隊が、おとり挑発隊が、やりたい、前、もう少しで、よし、離脱した。やりたい、前、前に来るのか。ごめん、雨か。始めるぞ。まずいまずいまずい、動けないのか。切り込め、ご命令ください。これはダメか。このままでは。ご命令ください。動けるようになった、動けるようになったが、手遅れっぽいな、手遅れっぽいな。切り込め、手遅れか。一旦引こう。おとり挑発。おとり挑発。おとり挑発。直撃したな。
おとり調査直撃しましたね。いや大丈夫大丈夫、まだ大丈夫まだ大丈夫。まだ終わっちゃい、まだ終わっちゃいない。脱出だ。口惜しきことです。オッケーオッケー、まだ我々には織田城がある。やばい、おとり挑発な。表情を始めよう。この策はいかがでしょうか。おとり挑発に対してどうすればいいんだろう。これにて表情を終わる。ゲチオ、本田忠友が来ている。ちょっと待て、ちょっと待って、いや待て、これはね、これはすいません、これはダメかない。いや、これ最後の抵抗ですよ。そう簡単にはね、そう簡単には落ちないよ。おたちょあっという間に落ちそう。ゲチュあっという間に落ちた。後編に続く。後編に続きます。ここで一回休憩挟んで後編に入ります。はい、というわけで一回休憩に入りますんで一旦放送を閉じます。また5分か10分後に再開させていただきますんで、その時はぜひよろしくお願いいたします。じゃあ一旦放送を閉じます。お疲れ様でした。